グロービス、危険度。はい、よろしくお願いします。サースフィンテック A. I. という。三つのバズワードを入れてみたセッションに。ようこそ、おいでいただきまして、ありがとうございます。<laughs> あの。A. I. は。ご存知の通り、あのデータがあって。ユーザー接点が。あるサービスが一番こう相性が良くて。そういう意味では、サースとかフィンテックってものすごい。相性がいいので。 まあこの今日登壇いただいた4方からあのできるだけ具体的な話をお聞きして皆さんの,あの少しでもお役に立てればと思っております。じゃあ早速なんですけどもあその前にあのカウさんの嶋佐さん、上場おめでとうございます。<laughs> どうですか、上場されてご気分は。一番にあの社長、早口で耳が痛いとか頭が痛いとかいろんなクレームがあるのに結構面白いなと思っていいねをしてます、今。え今,今ごめんんななさい <laughs> 早口でで分かんなかったんですけど足 <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すみませんちょっとはいということであのえっ、ー、とまずじゃあ磯場さんにお聞きしたいんですけどそのまあベンチャーとまあ、SMBC も利益が利益が1兆円ですからね。いや本当1兆円早く作ってみたいんですけどあの今 SMBC さんの大きな取り組みの中で。 まあ、AI だけに限らないかもしれないですけどそのベンチャーとどういうふうに向き合うかとかデジタルをどうやるかとかあのそこの全責任をあの統括されている磯場さんからど,どういう感じで今進めてらっしゃるのか教えていただいていいですかはいえー、と我々7年ぐらい前からまあその金融本体の事業もデジタル化も,もちろんなんですけどそれ以外非金融に売って出ようということで金融そのものではないけれど金融に割に近接する分野に いいろんな事業を展開をしていますあのスタートアップと組んで合弁会社を作ってっていうやり方もあの非常に効率の良いやり方でありまして、えー、例えばそうですね上場に最も近づいているのが本当に上場させようと思ってるんですけど、はい、SMBC クラウドサインっていう会社がございましてこれはあの弁護士ドットコムさんっていうスタートアップと我々が組んで SMBC クラウドサインっていう合弁会社を作りまして。 クラウドサインという商品を銀行員が既存の銀行のお客さんに販売するこれあの紹介じゃないところがポイントでして媒介、うん、しちゃうんですねもうそのまま契約取っちゃうんですね、うん、1>, これ1年間で2000社ぐらい一気に取れましてですね 2>、えー、であの2期目から黒字になってますしこのやり方は結構マチュアになってまして、うん、直近でも去年の10月にアトラエさんですねあのエンゲージメントの見える化やってらっしゃる会社なんですけど、うんうん アトラエさんのエンゲージメント見える化ソフトを同じように銀行員が銀行のお客さんに売るっていうパターンでこれあの設立が去年の10月なんですけど2月5ヶ月目に単月黒字を達成しましてこのやり方はだんだんマチュアになってきていますのであのもし聞いてらっしゃる皆さんでもし銀行員使って銀行のお客にどんどん売りたいっていうのがあればいくらでも私に言ってきていただければ考えますが大事なのは、えー と考え方の我々キーワードずっと固定してるんですけどビヨンドコネクトっていうのをずっと標榜していますビヨンドコネクト何かっていうと、えー、もうエンティティを超えよう国を超えよう業界を超えようっていうビヨンドですねで超えた上でつながろうということでやっていますですからまさにあの AI なんかはそういう意味じゃ 今後、ビヨンドコネクトの大きなツール、特に生成 AI なんかはつながるところがポイントになってきますので、うん、AI はとても注目をしていて、現在、あの、勉強中ですね。もちろん、例えばさっき言ったクラウドサインなんかも、せっかく契約書をデジタル化するので、もうすでにやってますけど、我々側で AI 使って、契約書の期限管理なんかは、我々があの、AI 期限管理っていうのを作って、あの、 加えて売ったりしてますので、もっともっと AI を使うような形で広げて、この8社あ、今8社あるんですけど、会社が。8社の売上合計で80億ぐらいですから、まだここの先輩方に比べるとちっちゃいもんなんですけど、<laughs> あの、どん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 そういう会社を増やしていって、<laughs> ビヨンドして、その会社同士もつなげていってやろうかなっていうふうに今思っているところです。まあ、オリーブもすごいですよね、そうですね。オリーブもまさにビヨンドコデクトの考え方でして、 えと本当だったら、まあ、銀行とカードが組んだのは当たり前なんですけどそこに証券と保険もつけに行ったんですけど皆さんお気づいたかと思うんですけど普通証券つける時には我々あの SMBC 日興証券っていうのありますんで普通ならそこつなげるんですけどそこつなげるとちょっと UX があんまり生かした感じにならないのでビヨンドしてみまして <laughs> SBI さんと組んで SBI をくっつけたとかですね 保険会社も、まあ、我々同じ三井や住友屋っていうのがつくような保険会社の中にあるんですけどそこともつなげませんで保険会社もライフネット生命さんに出資をして提携してライフネット生命さんの保険をつなげに行ってるみたいなこれまさに内部でもいろいろもちろん議論はあります議論はありますけどやっぱりお客さんにとって UX がいいものという優先をするためにもう思い切ってビヨンドしてコネクトしようっていうのは、まあ、割と 割と前社長太田淳のおかげで割と浸透してきていま,すまあなんかちょっとベンチャー企業でさえできないような意思決定であれはちょっと僕らも聞いててどういう社内で取締役会で議論が起こり承認されたのかっていうのはあとちょっと飲みながらもぜひあの聞かせていただきたいと思いますまあユーザーエクスペリエンスが最重要であるっていうことですよねありがとうございます。 サービスの中に生成 AI をどうやって組み込んでいくかっていうちょっと具体的なところをあの教えていただきたいんですけど鶴岡さんいかがですかそうですねなんかちょっと皆さんお話上手だと思うんでちょっと頑張らないとなと思ってるんですけどあのベースっていう EC とか金融とか決済をなんかワンストップで提供してて。 なんか僕も結構1年とか2年前とか辻さんって焼き鳥食べながらなんか AI ってやばくないですかみたいな話したりしててな,んかなかなか来そうで来なそうだなとか思ったりして,も思ったりしてるんですけどでもなんか個人的には結構なんか失敗を繰り返さないとこうチームのケーパビリティが増えない領域かなと思って結構なんかプロダクトに積極的に組み込んでみていますと。で EC で見ると今は <laughs> あのこういうショップ作りたいって言ったら勝手にデザインを組んでみたりとか。 あと商品なんか商品写真となんか三ワードぐらいやったら商品説明文全部勝手に考えたりとかなんかそういうのもやって今もベースを使ってくれるショップオーナーさんの商品登録の半分は生成 AI されたワードで全部説明文書かれてていてそれって具体的にどういうユーザー体験なんですか？もうあの商品あの自分のショップに商品を並べるときに商品登録してそれがどんな商品なのかっていうのをもう数十文字でも書いてくれたら。 なんか一番売れる文字数でガーッてこっちが考えて<ー>で「これでいいですか?」だったらリライトしてくださいみたいな結構あのベースを使う方々って個人とかロングテールの方が多いのでもうなんか AI のすごさとか分からずシンプルにそれをワンストップの流れの中で使っていくんで、うん、なんか本当にすごいなと思って。 なんかこっち側の業界にいるとこの生成 AI やべえなと思うんですけど、まあ、1位ユーザーさんからするとそれが AI かどうかなんてどう,どうでもよくて、うん、なんかその流れの中で使えるか使えないかみたいなのでちゃんと使ってくれてるんですごいなと思ってるんですけどで金融側でいくとあのショップオーナーさんに資金提供をしていますと。でベースでは何やってるかっていうと,、えー、っと毎日勝手に全加盟店審査します。今万店舗あるんですけど、はい 全部審査しますで、えっと、ショップオーナーさんにお金を提供できるショップオーナーさんにだけ管理顔面にオファーが出てますでもうそのオファーが出てる店舗さんはもう審査通ってるんで、うん、すぐにその日に引き出せますお金を。でそのベースのメンバーと話すのはゼロでスキームもあの将来の売上げを我々が予測していて将来の売上げが本当に立ったらその中から一定割合を回収します30%とか50%とか。 で将来の売り上げが立たなかったら回収しないっていうそのもうデータで完全に管理しててフルでこっちがリスクを取って資金提供するっていう。で加盟店さんからすると間にその誰かベースのメンバーを話すこともなく管理画面に「100万円調達できます」って出てたらもうその日のうちに100万円を調達できてかつそのショップが売れなかったら返さなくていいっていうのを。 あのやっていてこれはめちゃくちゃ順調で最近の決算でも出していますで人が関わらないんでミニマム1万円から調達できるとでなのでこの辺は多分 SNBC さんとかがこう相手にできないようなこうスモールなマーチャントさんに対してまああのビッグデータとか AI とか活用して資金提供できてるっていうのは。 まあ、スタートアップと AI とフィンテックの相性の良さかなみたいなのでなま,なますね。まさにロングテールテクノロジー低コスト。はい、まあマジでその人がやっぱかけられないんでその我々が対象にしているような加盟店さんはなんでその営業のチームをつけるとか絶対無理なんですけどまあなんか AI 活用すると100人ぐらいいるぐらいの,その労力を売上が10万円しかない店舗さんに提供できるっていう。うん ま,あやっぱまさしくそういうことがどん何個作れるかっていうのをちょっとあのこの後でで実際にじゃあそれエグゼキューションする上で、うん、どういう技術でラグで LM でチームか、うん、まあ言って教えていただける範囲でいいので、はい、後でちょっと教えていただければと思います、はい、じゃあえっと島えかカオリスの島津さんどうですかなんか実際にどういうサービスに入れていらっしゃるかとか教えていただいていいですか SMBC さんとかベースさんとかと違って我々というのは犯罪者の情報をお客さん間で流通させるっていうことをやるんですけれども、あ、はじめ、えっと、カウリスのサービスと、簡単にご紹介とそうですね。マネーロンダリングをしているようなアカウントを見つけてそれを潰していくっていうことをお客様でやるっていうそういう発見するあのサービスを提供しています。で、それをする上で A 社さんで悪いことをした人が B 社さんに来たときに委託契約になっちゃうと混ぜ、混ぜてみないとネットワーク的に見れないので第三者提供してくださいっていうビジネスになるんですがあの我々でこのデータを

第三者提供ビジネスが個人情報方法的に OK ですよっていう認可を政府に取りに行っていいよって言ってお預かりをしてシェアをするってことをやっていますで今頂い,いている情報としてはあの端末の情報で何時何分にあの投資詐欺が多いとか何時何分に国際ロマンス詐欺が多いとか端末の傾向とかあの時間の傾向キーボードの配列とかを300個ぐらいのパラメーターで学習するんですけれども基本的にはあのいろんな銀行さんがお預かりをするそこのところにあの工夫をしてあの集めてるってことをやってるのがどうしゃ ってますそれは、えっと、基本お客さんは銀行様、銀行様、証券様、あの暗号資産、クレジットなど、まあ、資金同業の会社さんが大体9割ちょっとです。で、その裏に完全に入って、システムをで、はい、どど API で,で, API で、はい、提供されてる。どうぞ あ,すませんあ、あすすすいいいいいままませんんんんっっててて徐々に噛み合くくくと思いますますごめんなささ全全然全然どど来だそこのデ,データがまさに肝でまさに AI の領域だと思うんですけどそこはどういう形でそのあの 付き合わせとかやられてるんですか、はい、えええ例えば銀行 A さんと銀行 B さんがいた時にこれ結局黒だったっていうことをいただくとそれが教師あり学習になるのでこの同じ端末が別の会社さんに行ってないかなっていうのを統計解析してここが仕向け元でこっちが仕向け先でこの時間帯にこの端末が99%黒だなっていうところを話しするとあの我々カスタマーサクセスチームが4社様をお集めして銀行さんだったとしたらあの何時何分のアクセスこれ黒だったんですけども皆さんのところに一つずつ口座を持ってますと。で同じ端末の傾向が 一昨日待って今度は4つずつ持ってますみたいなことを一旦家の家カスタマー作成しながらあじゃあこれも調べてこれも調べてってデータをもらって機械学習の教師になる犯罪者情報を一社でも一つでも多く集めるっていうことをしてビジネスを進めてますでその時に AI を活用するというのをってますな,るほどなんかもう今のを聞いたら全金融機関さんが多分始末さんのところに来ることになると <laughs> はいはいありがとうございますさんいいかかがですかはい えっとそうですね。私の会社は皆さんと違いて上場もしてない会社なんですけど、何してるかというと、えっと誰でも決済ビジネスに参入できるための仕組みを提供しています。例えばあのカード会社になりたいとか、カード払いを受け入れるための仕組みを入れたいとか、まあいろんな。 まあカード決済にはレイヤーがあるんですがどんなものでも自社が決済ビジネスに参入するための技術パーツを提供していますで我々が AI を活用するにはまずどんなデータを持っているかっていうとまあ要するにどこで決済が行われたかといったようなデータは結構膨大に持っていますで逆に持ってないのは我々の仕組みを使ってカードを発行する会社さん我々の仕組みを使ってペイやウォレットを発行する会社さんはユーザーに紐づくデータはそちらの会社さんが持っているので 実はかかうう今 AI を使って何してるかっていうとまあやっている話とチャレンジしている話とこれからみたいなのもあるんですけど、まあ、今日朝のセッションからいくと、まあ、要するに人がやっていることを効率化していく領域から入り人がやる以上の人を超える領域までやるっていうところはまさにハイブリッドレイヤーで例えばどういうのかっていうとですね いいデータに不整合みたいなのがすすごいあるんですねよくカードを使うとなんか使った店と違う名前が表示されてるぞとかなんか反映が遅いぞとかいろいろあると思うんですけどあれって要は決済のデータが困りでになってたりとかまあデータが揃ってないからそういうふうになってるんですけどそういうのの不整合をきれいにするとおーまあデータがきれいになるとか皆さんのカードの使える金額が正しく反映するみたいなところを実は人が見たりとかしてるんですね一般的には歴史的には。 でそういう不整合を起こすものを全部見てそれをマッチングさせて消し込むとかあとはあとよく最近ですと例えば経費で使うのでカードを法人カードを経費で使えない経費以外では使えないようにしたいだからこういうお店では使えないようにしたいみたいな制御があるんですけどこれも世界中で毎日それこそ鶴岡さんのところは近いかもしれないですけど 世界中で毎日お店ってて増えてくるんですよで見たことのない名前見たことのない業種のようなものがどんどん増えていくんですけどそういうのをスクリーニングするためにものすごいデータがあるマーチャントのデータをやっぱスクリーニングしてこれはどういうカテゴリーだから制御をかけるぞみたいな、まあ、人がやってきたところをどれだけ効率化するかあとは人を超えるという意味ではそういったものの物量とか処理数をどれだけ上げるかみたいなところが、まあ、今の AI の技術を使うとまあ少し進歩していけるかなっていうのが今まず現状レベルの話です。あの人がやまず、まあ 今日は朝のセッションでもありましたけど、まあ、まず人がやってるところを自動化効率化しましょうで人がやってないところで処理能力を生かしてさらにいきましょうっていう意味ではその、まあ、多分お聞きの方って決済とか、ね、提供されてる方多いと思うんで裏側はエンベディドファイナンス使われる会社多いと思うんですけどそ,そこの会社的にはそこの,そのビヨンドするとどういうメリットが。 会社のとユーザーザメリッまずあの一番ストレートに言うと損失がが減るっていうのが一番いいうの一番んですね、うん、例えば不正が減るあの島津さんのとかもそうでしょうし、まあ、あとは使える金額が増えるとか使えないみたいなケースが減るまあ逸失利益みたいなのがあるのでもう最終的には我々エンベレットするので B2B2CB2B2B なんですけど最終エンドユーザーにとっては 使使えええる金額がが増たたりななないみたいなことがない。みことエンドユーザーの手前にある我々が提供する企業さんにといっては収支が加減するみたいなものがまあ一番分かりやすく、うん、価値が増えていくポイントですねあ,ありがとうございます。じゃあちょっとあのどういう取り組みされてるかを伺ったので次どういうそのじゃあどうやって進めるのと組織のケーパビリティとか組織どうだ誰が意思決定者でどう,どう作る特に生成 AI って結構横の。 なんですか横断型にならざるを得ないのでそこなんかどういうふうにあの工夫して作られてるかとか苦労がどういうところにあるのかとかあのあ、まあ、アーキテクチャはどういうふうにしてるのかってちょっと具体的なテクニカルな的なところと組織的なところをお伺いしたいんですけど磯輪さんいかがですか SMBC さんほど大きすぎるとあでもどうなるかってちょっと想像つかないスタートアップさんにはそんなバカなことがあるのかと思うようなことが、えー。 えと日常茶飯事で起こっていますと例えばじゃあ生成 AI って誰の担当って今今今聞くとですよ今今聞くと多分生成 AI を使った新しい外向けビジネスは僕なんですね。ところがその生成 AI を使った時の社内の そのガバナンスみたいなことに関しては CIO のラインなんですね大抵まあどこにもあると思います情報システム企画部とかそっちの方なんですね守りは。私攻めようは私なんですねで。じゃあ校内で合理化して人を浮かそうってなった瞬間にえっと業務改革室みたいな室があって、うん、結局なんか校内利用を守る人攻める人みたいな3つに分かれててまさに辻さんがおっしゃったように本当はこれ 縁も言われるつながる商品であるにもかかわらず完全に分断されているのであのダイナミズムが全然発揮されないっていうのが、うん、あのこれは我々 SMBC のみならず多分多くの大企業でもう今今すでに起こっていることじゃないかなと思いますで、金融は僕海外も含めて割と調べました、はい、調べたらどこもかも大したことないですなん、うん、でかっていうと えっと外資系の金融機関ほど大したことないです、うん、外資系の金融機関ほどジョブディスクリプションっていうのがあって部門がはっきり分かれてて私たちは IBD ですと投資銀行部門です私たちはマーケティングですみたいなもうそれだけをずっとやってる人たちなんでもう当たり前のようにその部門の中で我々はコールセンターを合理化してこれだけ合理化しましたみたいなしょぼみたいな話ばっかり出てくるんですね。横にに本当にズバーっとこう貫いたような ダイナミックな話ができている金融機関っていうのはほとんどないようにお見受けしますね。まあそれだけまだツールすごいツールだし、情報革命の次だと言われているが、まだこれ絶対いけあれ入れたら百倍いけるとか、まだそこまでいってないので、ちょっと試行錯誤が必要で、試行錯誤できる環境をどう作るかとかなかなかまだ難しい<あ>そ,うそういう感じですよね。根元がもっと深いと思います。はい、なぜかというと、にえー、っと今の大きな会社とかは 人間のケイパビリティをベースに組織作られてるような気がしますつまり私は法人ビジネスが得意だからっていう人が集まって法人部門ができて私はリテールで運用がおすすめするのが得意だからって言ってリテール部門ができてるんですけどこれって結局人間のケイパビリティが一定限界があるからそれを前提に組織が作られてるということだと思うんですね。 で、生成愛って、それ、お構いなしにぶち抜いてくると思うんですね。はい。だから。もしかしたら、その。今までの。組織のありようみたいなのを、根っこから考え直さないと。本当の意味での。生成愛の。ユースケースっていう、正しいユースケース。は出てこないような気がします。ああ、なるほど。本質的ですね。そういう意味では、その鶴岡さんと。さっき控室でも。もし今、創業するなら、僕は一人で。 やりやりたいみたいなことをあのベースが別に一人でやるわけじゃなくてはい、はい、一応上場企業なんで気使ってるんですけど <laughs> あのたたた例えばの話だっつでもなんかあの今まさしくその人のケイパビリティが前提になったビジネスだっていうのがスタートアップからすると超チャンスだと思って、うん、で例えばそのマーケティング領域とかってある意味もうセルフサービスでグーグルとかフェイスあフェイスブックとかインスタグラムに広告 ベースを使ってるマルチャントさん打てるんですけどやっぱりなんかそ,のそ,そこが一番やっぱすごい残されたフィンテックと AI の相性僕はもう超いいなと思ってて確、ま、かベースがやってるやつとかはその人のケイパビリティを完全に無視してるからこそ今までよりもリスク取れるし今までよりも対象範囲を広げれるし。 なんでなんかその自分のプロダクトに AI を組み込むってなんか僕はそのいろんな領域で今やってますけどやっぱ金融すごい相性いいなってまずなんかすごく思っていてそれはやっぱりなんかもう SMBC さんとかがもうすごいもうオペレーションエクセレントな仕組みを作りすぎてくれてるがゆえになんかチャンスあったらみたいななんか嬉しいんですよ嬉しい嬉しいはい嬉しいんですよで <laughs> <laughs> で僕はそのさっきついさんが言ってくれたよやっぱなんか最近サマウルトマンも やっぱ1人でユニコーン作れる時代が来るって言ってますけどす、ね、僕も絶対に1人でユニコーン作れる時代が来るんじゃないかなと思ってでなんかスタートアップって、まあ、今までって社員が多,い多いかったらどっちかというといいことだったと思うんですけどなんか僕も社内の空気感作りでやっぱこの規模のプロダクトをこ,のかこんなに多くの人で作ってるのすごいダサ,ダサいよねみたいななんかこ,のこんなすごいサービスなのに10人で作ってるのすげえみたいな。 なんかそういうい価値観にななるかなと思っててスタートアップ自体も。でもっとロングテールでいくとベースを使ってくれる加盟店さんとか一人とか二人ですけどその中からなんか僕は絶対ユニコーンカンパニーできるんじゃないかなと思ってそれはその金融もどん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 みんなに開かれたものになるしマーケティングとかものづくりもどん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  AI が巻き取っていってくれると思うのでなんかベース社としてはやっぱりなんか自分自身の会社も。 小さなチームで大きな成果を目指せるように頑張んないとなっていうのもあるしその我々がエンパワーメントする対象もやっぱ一人でユニコーンになれるんだみたいな,なんかそういった方々を、まあ、どれだけ AI でエンパワーメントできるんだっていうのはなんかその個人的にもめっちゃなんかセンターピンがずっと立ってますね、うん、まさになんかベースのビジョンと。直結すする考え方ですよねちなみにあの言ったり来たりで恐縮なんですけどベース内の組織とか <laughs> テクノロジーのさっきおっしゃったサービスの下側のアーキテクチャーとかは基本的には一般的に、まあ、GPT 使わせてもらったりとか Google、はい、使わせてもらったりしてますけどそのやっぱデータがすごい大事だなと思ってでベースのトランザクションってあの例えば SMCC さんに全部さばいていただいてるわけですよ。もも、はい、もうあの何千億もトランンザクションあるやつを全てててさ,さばいいらっていますが、 我々の加盟店さんにこっちがリスクを取って資金提供しようと思うと、smcc さんが持ってるデータ量だとできないわけですよ。うん、なんかこれって何か？すごい。また難しいな。というか、そのデータの質と量のバランスを合わせないと。はい、でもなんかその質だけ。良くても量がなかったらビジネスになんないしなんでなんかここはなんか。その。 まあね、エンベデッドファイナンスエンベデッドファイナンスっていう流れで最もと本格的になっていくと僕は思いますけど、うん、やっぱワンプロダクトの中に、まあ、自社でプロあの自分のサービスを作るか,なんかそれこそのインフリアさんみたいなプロダクト組み込んでもいいんですけどやっぱなんかもう GPT とかがどんどん進化していく中でやっぱ僕たちができることは本当に質のいい情報とそれをどれだけいっぱい得れるか。 まあなんかそこが全てだと思うので、やっぱり社内はそこをめちゃくちゃ意識してますね。その僕たちにしか持っていない情報は何だろう？っていうのと、それを最大化するためにはどうしたらいいんだろう。っていうまあ。なんか、それが今のプロダクトのクオリティを生み出すかなっていうのがあって、なんか？あの後ろのエンジンはどん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 良くなるので、その進化したときに使えるデータが自社にあるかどうかっていうのが多分3年後とかまあ、3年もかかんない。1年後2年後がポイントで。 そのデータが、皆さんのところに、どうありますかっていうのは、多分本質的な問い、ね。そうですね。もう G. P. T. とは、オープンエイトは戦えないし。はい、で、さっきのね、エムリ、エムビさんとは、絶対戦えない中で戦いたいけど、無理ですね。はい。で、やっぱ、どこで生き残るかっていうと、もうアプリケーションを提供する。で、その、やっぱり差別化は、やっぱり、そのデータしかないと思うんで。なんか、それが、自社だけで頑張るっていうのもあるし。 なんかそそれこそどうにか統合できるのかみたいな、はい、フィンテック的にはあるのかもしれないし、なるほど。その辺は楽しみですよね。なるほど、ありがとうございます。丸山さんいかがですか。あのフィンテック協会初代会長もう何年やられましたっけ？そうですね。2015年に立ち上げて2022年ぐらい7年間ぐらい協、はい、会団体の代表やってました。だいたい金融庁さんとか経産省さんの金融、うん、あの周りのね委員会に行くと、いいはい、僕が困った時に丸山さんに振るっていう仕組みになってまして。<laughs> あのそういう意味ではそのエンベディッドファイナンスが、まあ、AI、SARS、FINTECHAI でエンベディッドファイナンスが、まあ、こうなってますとだからこう、ちょっと皆さんにこれからどう展開していくか、それはまあ決済でやられていますプロダクトの幅の話もあるだろうし、ユーザーの,あの深さの話もあると思うんですけど、ちょっとそのあたり、はい、お話しいただいていいですか。そううですねまず業界、がどななるかみたいなのがいのくと 今その我々 API とか s a a s っていうモデルで金融機能ある意味こうアンバンドルってよく言うんですけどをまあ解体してきましたとまあ金融や決済の業界ってすごく複雑で難しい理由は法規制が国ごとにバラバラで紙をベースにしていてそれを密結合な仕組みで作ってきましたみたいな歴史があるところを法律とテクノロジーを水平展開に縦割りから変えようっていうのが 我々の会社はそのテクノロジーで横展開する API 基盤で組み込めるんで、フィンテック協会みたいなのその法令自体を要は横に牛し出していくぞ。だから、こう、銀行法だけでない法律考えましょうみたいな、すいません。その時はちょっと磯場さんには色々とね、ご迷惑をおかけしましたが、はい。<laughs> なんで、まあそういう活動で来ました。で、そういう意味だと法律やテクノロジーっていうのは縦割りではなくある意味水平展開して、まあどんな産業でも使いやすい形になってきたんですけど、次に何行くかっていくと、 多分その金融の難しさってその例えば融資の判断とかこれ不正かどうか見抜くみたいな難しさでそれがこうオペレーションと紐づいていてすごく複雑だから仕組みと法律はいいいけど参入ででできまませんんっっていうのが多分今までだったんですね。これがまあ AI の世界でどうなのかっていうとさっき言ってデータを持っていれば自分のデータを学習させれば一番判断能力が高まるっていうんで考えると。 法律、テクノロジーの次は多分その判断軸がこう業界を縦割りから横割りに変えていくレイヤーなのでそういう意味だとフィンテックってなんかもう辻さんともさっきのんういつまでフィンテックって言うんだろうねとか言ってたんですけど多分一番熱いのはむしろここから一番金融のブラックボックスだったところが AI で変わっていく世界っていうのがこれからなのでそういう意味だと発展的には一番面白いフェーズには来ていますと。 ただ一番の問題はそのデータをどう持つかで、うん、結局どこにあるかだったりするのでそれを例えば今バースとかエンベレットファイナンスって言ってるのは事業者さん側が主になって金融データも持っちゃえっていうアプローチかつ金融機関も組んでやってるので一緒に持ちますなのでまあその一つの形としてエンベレットファイナンスはバースっていうのはそのデータを事業会社さんも金融機関も両方で持てる一つの持ち方なんでまあこれが一つのこう AI 時代を見据えたまあ データを誰のものにするかっていうの一つの考え方かなと思っていますなんかあのもう10年ぐらいあのこのメンバーとかあと小澤さんとかとこういう話し,していてまあ毎年進展してんですけどとやっぱりこうベンチャーがユーザーを獲得しに行くすごい大変さって実際やってみたら本当大変でそのサービスを構築しデータを持ちユーザーを獲得するってなんか全部やるのすごい大変だから。 結構フィンテックベンチャーもそのバースとか丸山さんとかの島さんのようにこう後ろに入ってその提供するっていう会社がやっぱ伸びてますよね今ね。そうですねやっぱり、まあ、広くね今日も s a ス s のセッションのタムの話が出ましたけど、まあ、ユーザーに刺さるサービスでスタートアップが取りきれるぞっていう領域をもっと広げるにはやっぱり自分たちが提供できる UX よりももっとそれを抽象化して 横展開するとなるとやっぱり B2B2X 型みたいなものがまあフィンテックの世界でやっぱ投資効率が良かったりとかその培ってきたその技術が生きるのでまあ黒子型というかいう形でまあねカウリスさんもそうでしょうし我々もそうですけどまあそういうモデルもまあ広がってきてきいるかなと思いますねちょっとこう丸山さんと島津さんにお聞きしたいんですけど今日いらっしゃってる方々が例えばユーザーベースがあられてただそのエンベディドファイナンスしたいとフィンテック機能を 裏に入れたいっていう時に、まあ、こういうふうにするとうまくいきますよとかこういうところを気をつけてくださいみたいなもしあればあのアドバイスいただければと思うんですけど志佐さんいかがですかそうですねあの バースを使うっていうことをやったことがある会社とない会社で、あの、社内の何だかコーポレートの社内規定みたいなのがほとんどないケースが多いので、あの、バースを広げる場合には、あの、エンタープライズの金融だろうが、あの、その他の、先に JR さんとかもね、バース始めてますけど、あの、こういうふうな、あの、法的論点があり、あの、非金融は金融に入るこういったお皿を守らなきゃいけないよっていう、ガイドライン系のところも、あの、バース提供側から説明していかないと、やったことない畑を耕しに行こうとしてるんで、 お作法しくじると金融庁さんが怒られちゃったりっていうのはあると思うのでお作法を伝えるっていうのが一番最初の一丁目の一番地かななんてことをちょっと見てたと思いますでうちもですねあの会社さんによっては s a ズ s 使うの初めてだっていう銀行さんが多いので s a ズ、うん、s を使うとオンプレしかやったことないというか初めて s a ズ s やるので社内規定上クラウド利用初めてなんでなん,かなんか情報セキュリティなんとかあれめちゃめちゃ欠かされるんですけど、うん、あのこういったのもお作法として。 使うんだったらこれ整理しねっていうことをや,やり続けるので、うん、これがやっぱ一番一つハードルではあるかなと思ってますなるほど磯田さんがすごいうなずかれてますけどあのいかがですかこの最近バースで JR さんとかいろんなユーザーベースがある方々が、まあ、銀行業参入されてきてるじゃないですかあれとかってど,どういうふうにご覧になられてるんん僕はどんどんやった方がいいと思います僕ますさにビヨンドコネクトでしてですね、はい、あ,のあれお金がたまるとですね 指定権が何枚かもらえたりするわけですよね。うん、今まではお金が貯まったって利息がもうスズメの涙みたいな利息しかもらえなかったり、要するに金の利息は金だったのに、はい、今回は金の利息が指定権だったりするわけですね。あもう全然違うそのユースケースですよね。これはも僕らじゃできないわけで。こういうのどんどん組んで、どんどんマーケット広げていったらいいと思うんですよ。うん、その裏には我々銀行が入るわけなんで、なんとなく銀行が 食われてるって思う人いっぱいいるかもしれませんけど我々銀行が対象としてなかったお客さんを対象にできることがあるわけですから、うん、面積広がってるわけですね、うん、まあ本当に金融とななんですかリ,リアルなところが一体化していって価値をどう想像するかっていうフェーズにいよいよ入ってきたっていうところですよね。まあ、丸野さんいいかかがでですすそそのポイントについてそうですねあのやっぱり金融 でまあ、よく言う通りですけど目的ではなくて、まあ、手,手段であると。で金融というもの手段を通じて何をするかというは、まあ、企業としては、まあ、その経営レベルを上げていくですしユーザーとしては、まあ、欲しい体験消費なり生活をしていくという中でいくと多分主となるものって何かっていうとお,お金のことじゃないデータが重要ですでそれにただ必要なものとしてお金が必要だよねっていう時に、まあ、じゃあこれ手段と目的がバラバラに存在して 仕組みがバラバラでデータが繋がってないって、それはもう不便でしかない。なので、そういう意味だと、やっぱり本来の文脈に戻っていくっていう意味では、金融とその目的が繋がらないといけない。でその時に今、今までだと銀行さんってイメージですよ。いやいや、もう全部銀行の島だから、ちょっとフィンテック荒らさないでよって思っていたら、全然違います。まあ、銀行の方も今まではできなかったけど、これからはデータ連携なり、アライアンスなり。 まあ、MA などもあるのかもしれませんけどつないでいくっていう意味でいくと、まあ、ここからがやっと本当のゴールに向かって動き出してきてるっていうのは状況かなと思ってますね。うん、そのデータを本当に使う時になんかちゃんとそこってなんか各社どういう工夫されてるとかってもしあられたらシェアいただければと思うんですけどどなたかいかがですか まあでもデータはやっぱすすごいい難しいっすよねなんかベ,ベースとかはだからな,なるべく多くのデータを自社でどう取れるかっていうのはすごいやっぱ頑張っていてであのさっきのねうちのインフィキリオさんのサービス全然めっちゃ使わせてもらってますけどでもなんかインフィキリオさんだけが持っている情報とベースのやつをコネクトするって結構やっぱむずいんで、うん、なんかその自社で例えばベースだったらその。 まあちゃんとさんの情報もあればコンシューマーの情報もあって彼らのしかもなんかどれぐらいリピ,ートリピーターが多いんだろうとかどれぐらい新規の人が多いんだろうとかしかもそこで買ってる A って購入者さんは次なんか B ってショップでも買ってて B ってショップは安全そうだから A も安全そうだなみたいなとかなんかやっぱどれだけ自社でそのデータを集めれるかってのはやっぱすごく大きいなと思ってなんかその他の会社さんが持ってるデータとコネクトするっていうのはなんかね結構むずいんでそれこそなんかマネホさんみたいな。 レイヤーのに何か全部紐付けられててそこが提供するとかなんかなってったりするもんなんですかね、うん、どうなんですかね僕もわかんないんですけどいや僕もわかんないんですけど <laughs> でもあのなんかマレマレフォワードでいうとその会計データとかはあるんですけどやっぱその決済端末のまあ元々そのカードで店舗さんで入れないと入らないからそのどういう方が買って何を実際買ってってそうめ品目まで 分かったりはしないんで,で、ね、あれが分かるようになってユーザーさんがちゃんとこうつなげられるとあの確実にいいレコメンデーションができるしポイント付与もできるしユーザーさんにメリットも作りやすいと思うんでそういう意味ではこういうデータセットが金融,金融っていうかで必要ですなぜならこういう事例があるからですっていうのを作ってあの、まあ、一社でやるか各社でつなげてやるかっていうのはやらないと価値は作れない気がしますそれはまあやるべきですよね。うん いいいかががですすすさん,さんもしああればこの点あはい、ありがとううございますそうですねあのデータの、まあ、決済の話がちょうど今中心になってあれなんですけど決済のデータって持っているプレイヤーによって全然データが違うんですねなのでこう一社のデータではなかなか見えるものが見えないでこれをつなげようと思うと共通の ID みたいなものがないっていうのが多分今までのお話ですとで共通の ID って何だっていうとじゃあカード番号があるじゃないかみたいなのカード番号はそれに使えないんですねやっぱり機微な情報。 なのでやっぱりトランザクションそのものでは個人そのものを符号化したデータをどう共有するかでいくと、まあ、一つの答えはだから今 ID 統合ポイント統合ということで伊藤さんのところもなんかも V ポイントとかやってらっしゃいますけど、まあ、ユーザーにメリットを与えつつデータを統合するには何か合意事項があるとすると、まあ、今は一つがポイントでつなぐとか。うん そうするとレシートデータを後から引っ張ってこれとなんでさっきね丸山さんが何を使ってるか分からないけどレシートデータ紐付ければ分かるとかっていうのはそういうなので今現実的にはそういう動きというような形になってますねそういう意味ではなんかポイントのそ,のそれぞれのエコシステムができてますけど今日いらっしゃるベンチャーの方々もそういうエコシステムに実は入った方がいろんなデータが手に入って自分のサービスのユーザーさんになんか還元できる仕組みができるかもしれないっていうそういうことですかね そうですね、まあ、あのそれに加わるというのも一つでしょうし、まあ、あとは自,自社の経済圏のところに関しては自分たちでデータを貯めるで自分たちの経済圏以外で自社のお客さんが何してるかはそういう方向でつなげるのでデータに関して全部自分で構えるものか自分たちで持っているけどほどから引っ張っていにものかとい磯原さん、いかがですかその V ポイン TT ポイント、V ポイントとかつなげるという点では。うん あの、銀行ってデータは山ほど持ってるんですよね。僕はい、あの、いや、皆さんの話聞いてて思うのは、あの、ちょっと立場が違うなと思ってて、僕ら山ほどデータ持ってて、この、使い方というかですね、はい、えっと、多分今まで会話出てこなかったんですけど、AI アライメントみたいなね、あの、ハルシネーションってもうみんな死ぬほど議論してるから、ハルシネーションなんかガードレール作ったら変なこと起こらんやんけ、みたいな話はもう、シュッと入るんですけど、はい、こんだけのデータがあって、 このデータを使って社会の何を実現しようとしてるか、もう、設けたいのか、社会的価値を実現したいのか、みたいな、その経営者の思想みたいなのがですね、AI の中に入ってこないと、いいアウトプット出てこないような気がするんですよね。それをまずきちっとま,まとめて、それって多分、我々の会社の中で、何を優先するか、何を判断軸にするかって、多分、えーと、テキスト化されてないような気がするんですよね。うんそうですね それをちゃんと文省にしてテキスト化して AI に読まして初めてそのデータが正しく利用されるような気がするんですよね。ですから皆さんみたいなスタートアップだと社長のお考えっていうのがシュッとあるから何売ってんだと思われるかもしれないですけど僕らだったらもういろんな部門がいていろんなことを考えてて多分いさんから見ても SMBC って言うといろんな顔に見れると思うんですよね。だからそこがこう シュッとこう一本筋が通るものにな,なってそれが AI に読み込ませる必要があるんだろうなって最近すごい思っています。なんでいや僕らもずっとその話ばっかりしてましてデータあるないとかって別にまあ何かねな何をしたいかなので何ができんでしたっけみたいなところがやっぱ想像力との戦いになっていつもあのミーティングでへこんでます自分の想像力のなさに。し島村さん鶴さんいか,いかがですかこの辺り。なんかこの、AI、で こんなことしたいとかこれ何やってみたいんだみたいな社内で話し,てるし,たいいしたことで皆さんにちょっとインサイトをぜ、ね、ひ、はい、ご提供できる終わったものが,が2019年に規制のサンドボックス制度っていうのがあって法律にかすっちゃってるってもうあの実証して実証の結果、うん、あの法律を違反することがなかったらそれやっていいよ もしくは場合によっては法改正しますよっていうのを内閣官房と警察んがやってて、うち2社目の採択関係になってまして、あの、犯罪者に、あの、金融資産を国民の金融資産を盗ませないために、あの、我々がやってることは、あの、犯罪収益移転防止法っていうものに立て付けとしたら、4条か8条か11条に該当すると思うっていうところを聞いたところを、警察が8条に該当します。で、8条に該当するってことを今度個人情報保護委員会に持っていくと、法令に基づく場合だから、エンドユーザーから同意なく使ってよしとするっていうのを引き出したんですね。で、あの、これあの、法令に基づく く場合で第三者提供をエンドユーザーからもらわなくても使って良しとするっていうのは多分日本の個人情報保護法で最初に出た見解になるのでこれはこの法令に基づくっていうのが多分 CSR の観点であの国民の生命財産を守る系は取ってくやすいと思うんですけどこの法令に基づくだっていうことを言わせしめることができたらあの個人情報保護委員会はやっていいよっていう風に言ってくれるっていう事例を私に2回取ってきたんですよサンドボックスグレーゾーンでなので皆さんがやろうとしていることがマーケティング目的だけじゃなくエンドユーザーの UX だったりその人の人金融資産をプラス に転じるるるこことと該当するもののであるっていうことをその法律どの法律か皆さんバラバラだと思うので活版法だったり銀行法だったりすると思うんですけどそこを奪ってくることができれば皆さんのビジネスが増えますし増えた瞬間認定もらった瞬間にホワイトスペースができるもんですからうちそこであのセキュリティ目的はうちがもう独占的に特許パバンって取ってあっちゃよ入っちゃだよ,よってやってるんですけども皆さんはそういったあの見解をガバメントリレーションで取ってくるってことができるとちょっといんちゃいますかなってあなんかしけたいいんで戻貴重な どう僕らがエグゼキュートするか僕らがちょっと考えるということでありがとうございます貴重なあのインサイトあらます鶴岡さんいやあのデータ連携すごい僕も考えて例えばなんかベースだったらベースのユーザーさんが例えば SMBC さんの講座持っているとするじゃないですか、うん、SMBC さんにじゃあこのユーザーさんのキャッシュフローだけ教えてもらっていいですかって聞くとするじゃないですか、うん、でも多分現実問題今は教えてくれないわけですよでなんかその個人中小企業の月その月次のキャッシュフローが分かるだけで 我々のそのヨシの精度って劇的に上がると思うってもうこの超シンプルなデータ連携もやっぱりいろんな s m b c さんのセキュリティも多分あるだろうしそのユーザーさんがいいか悪いかっていう倫理観もあるだろうしでもなんかデータ連携ってシンプルに考えたら超簡単なんですけど意外にこれができないんで誰が頑張ってるべきなんだろうなと思ってどうなんですかねなんかこういうのってなんかでもなんか今のだけで超我々は助かるじゃないですかそのキャッシュフローだけ知りたいですみたいな。 しかもそのユーザーさんもそれするとベースでいっぱいファイナンスも s m b c さんだったら別に10万円の提供なんて絶対ほぼ意味ないからやんないけど、うん、ベースだったら10万円のデータファイナンス提供できる、うん、でこの情報だけ欲しいけどできないみたいな,、うん、なんかこのちょっとした連携とかがなんかもっと進むとなんか AI とか,なんかビッグデータとか進むのになとか思ったりしてるんですけど。なんかこう,なんかこう ね今もう丸山さんがマイクを持たれたれれ、ね、<laughs> やってくますかね <laughs> いやこれ本当にそ,のそれぞれの立場の非対称があって例えば銀行の人からするとベースさんってキャッシュフローの前のベースのショップの売上傾向が分かるからキャッシュフローの前のデータを持ってるじゃないですかでもその企業の全部ではなくって一部なんですよね要は先行情報の一部を持っている。 で銀行は全部のキャッシュフローを持っている要するに両方合わせても完璧じゃないからお互い欲しいよねとかだし出せないよねなんですけど要するにどういう状態を作ったら一番いいモデルが組めるのかっていうのを共有理解した時にどっちが何を持ち出すかっていうのなく会話が始まっちゃうからこういう会話になっちゃうのでやっぱりゴール地点というかどういうデータセットにするかっていうところから会話が始まると結構解決し,し,し,しうるというか、はい、動きになるかと思います。協会にご相談ください <laughs> ありがとうございますあのでも本当におっしゃる通りであとはその嶋佐さんがおっしゃったその目的が犯罪防止だとこう、ね、結構進みやすい収益のところはいろいろ各社のやつがあって、まあ、どうやってシェアリングするかみたいな話はあるのかもしれないですけどねはいありがとうございますえっともう時間ですよねこれねはいじゃああのえっと あの皆さんからあのご質問を、はい、いただければと思うのでもしご質問ある方、えー、挙手いいたただけたら幸いですなんかあの全ての会社がこうフィンテック化していくみたいなこうユーザーベースがある会社とかバーティカルの会社でより生成によって進むんだろうなというのをお話聞いてて感じたんですがこれ長期的に見た時はいずれはやっぱりカニバルと考えられるのか。 あるいはやっぱりその産業自体のプロフィットピュールが大きくなる形で全員が得するような環境が続くと考えられるかそこら辺のご意見を伺えるとありが,たいですありがとうございますす他いかかがですかあ株式会社山下山下と申します。 あの我々介護用品とか高齢者を対象にしたビジネスモデルをやってるんですけどそこのファイナンスって、まあ、これからなくなる可能性であったりだとか収入があまり入らないみたいなところも含めてなかなか進んでない領域だなと思いながらそこのフィンテックってあるだろうなってふわっと考えながらやってるんですけど、まあ、おそらくヘルスケアのデータとの組み合わせっていうのは一つの会になる気がしてるんですが皆さんもなんかいろんなそのフィンテックの領域見られてると思うのでどんなそのこれから来る高齢化に対して インテック使えると思っているか教えていただけたらと思ってます。めちゃくちゃいい質問ですね。素晴らしい。他ありますか。あ、はい、お願いします。あのあ、の、えー、作家の岩島由元です。えっと、ベーシックインカムについてどう考えておられるのかということと、あと30年後にもしお金というものがなくなったらということについて何か面白いことが聞け伺えたら。はい、ありがとうございます。ベーシックインカムと30年後にお金ですね。はい。他大丈夫ですか。 じゃあ一度ここで、えっと、質問に答えていただければと思いますど,どなたからでも、えっと、じゃあ磯田さんからはい3つあのど,こど,どのご質問でも拾っていただければあじゃあ2つ答えていいですかはいお願いしますえっと最初のご質問のカニバル化っていう話なんですけどえっと一部カニバルことは必ずありますねあの特に日本企業って割にあの裾野広くビジネスやってますし我々銀行も こう裾の広くビジネスやってますんであのカニバルところは当然ありますでもカニバルって何なのっていう話でしてカニバッタって違う違う UX とか違う価値が想像されるとマーケット広がるわけなのであの一方的にカニバル一方的にマーケティング広がるってわけじゃなくて一部カニバル一部広がるでその差引匹で広がる方が大きいものであればどん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 広がっていくだろうなと思っていますと。で介護なんですけど えっとさっき言った発車の中に我々もえっと電子カルテのデータをアプリに落とすっていう会社をやっておりましてとっても苦戦を強いられております。なぜかっていうと,えっと皆さんあの大体病院行くと,えっと先生に直接話聞いて帰ると奥さんとかに「どうだった?」って聞いて「よかったって」みたいな「何のこっちゃ!」みたいな話になるじゃないですか。それを何とか回避するあるあいは 大阪から東京に転勤した時に、大阪でやってた治療も何もわからずに、東京でまた一から検査し直してるっていう、あの、壮大なる医療費の無駄っていうのがございましてですね。うん、あの、医療費ちょっとでも削れば防衛費にいくらでも回せるわけでございますので、その辺の無駄をなくしたいと思って、えっと、NEC さんと組みまして、あの、電子カルテ業界っていうのは、富士通 NEC、ね、その下ちょこちょこちょこってあるんですけど、 NEC が組めば50%ぐらい取れるんですけど NEC と組んで始めていますで当然のことですけどなかなか趣旨が理解されなくて富士通さんがつないでくれなくて大変苦戦を強いられ続けで会社で怒られまくりながら、えっと、どんどん金を継ぎ赤字を垂れ流し続けどんどん増資しまくりまくってですねいつになったら黒字になるんだと怒られながらやり続けたんですけど、えっと、苦節 4年ぐらいですかねようやく先般あの大阪警察病院というところで富士通の電子カルテシステムが我々のシステムにつなげてくれましたのでここで一気に広げていこうと思っていてでもこの手の話が必ず出てきます。この手の話がこのちょっともう断りですけど既得権者たちが既得権をがっちり守って世の中の無駄をいっぱい作っている人たちでございますのでそれをどう 切り崩していくのかっていうのがものすごい大変だと思いますけど多分やっぱり本当やろうとしていることの社会的価値がどこにあるのかっていうのを真面目に説明し続けるしかないような話のような気がしますはいありがとうございますじゃあえっと島田さんいかがですか ね、皆さんと違ってお客様の売り上げを増やすっていうやつじゃないので社会的コストを下げるっていうことやろうと思っていて今一社一社でネガティブ情報を集めてこいついいやつ悪いやつって皆さんが予診してあの口座凍結するとかやってるんですけどここで悪いことした人ここでも悪いことしたら止めちまおうぜっていうことで我々が媒介することによってあの金融機関のコンプライアンス対応コストが下がる。で下がってくるとあの皆さんが別の,あのサービスに インベストできるので,で、その結果、カニバルってこともあるかもしれないよっていうのは一つあるかなと思ってるんで、我々はとにかく無駄を減らしたいなと。で、あの無駄を減らすっていうのはさっきベーシックインカムと言ってた紐付くんですけれども、まず社会に存在する無駄っていうのを、できる限り IT とかデータをシェアをするっていうことで削っていくっていうことをして、その後にそれでもやっぱりあの富の,あの配分がおかしいっていうことであれば、ベーシックインカムって考えるべきかなと思うんですけれども、やっぱりその無駄になってるところを徹底的に削るっていうのも一つの記憶がにななきゃいけないなと思ってますと。で、介護系のことで言うとですね、 あの結構顕在化しているのがあの認知症になっちゃった高齢者があの認知症になっていると検討士が保てないのであなたの遺産どうするのかという認知症の方の預かり預金のタンス預金がものすごい何兆円とかになっている予定なんですけれどもあとそうだ年金もんあ保険金問題があってあの保険のこの人が亡くなって遺族に渡さなきゃいけない時も保険会社がですね遺族の情報を持っていないがために本来支払わなきゃいけない保険がお渡せないんですね。 でそれって大きいところだと数千万年間渡さなきゃいけないという義務があるのに届けられないという問題があるのでデジタルアイデンティティと介護とその遺産相続系の話はミックスして考えないといけない問題なのでこれは皆さんが問題,問題あの国民としてやっていかないといけないかなといここは大きいですね本当に社会保障のところはめちゃくちゃ大きいんでこれ、ね、2割良くするだけでかなり国の税金あの支出が減るんで。はい。 ちょっとまあ AI だれ、まあさっきの高齢者の方へのファイナンスすごい僕は面白いなと思ってまあなんかさっきの、ね、いろんなデータ使うとかどん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 予信モデルとかが上がっていくっていうのはもちろんあると思うんですけどなんか僕は結構ベースやっててちょっと AI と離れるんですけどやっぱどう回収するかっていうのはすごい大事でやっぱベースもずっとそのキャッシュフローに絶対改善するっていうのを創業の頃からすっごいこだわっててでベースみたいなプロダクトって基本の売上金って そのペイメントサービスプロバイダーさんから直接振り込んでもらうんですけどベースの場合はもう絶対ファイナンスしたかったんで絶対ににに売上を一旦ベースにプースプルすするっってて構造に超こだわってたんですねなんでその売り上げをまずもうファーストアドバンテージを持って回収するっていうのに超こだわってるから。 今ベースも結構リスク取ってやってるんですけど99%以上回収できるのはその余震のモデルもさることながらやっぱ回収する優位性 SMBC さんとか超強いと思いますけどしかもこれはなんか人をかけることなくどう回収するのかっていうのはなんかファイナンスにおいては超大事だなって実際に今あのいろんな資金提供してて思ってますね。でデータも超大事ですけどやっぱオペレーションの中にどう入り込めるかっていうのは超大事で。 なんか働けなくなるとか亡くなられちゃうとかいろんなリスクにどういうオプションを持って回収するかっていうのはすごいあるなと思ったのとあとベーシックインカムとかちょってすごい壮大なテーマだと思うんで難しいんですけどベースの仮面店さん見ると結構その売り上げの規模感を伸ばしたくないっていう雑さんがめちゃくちゃいてでこれ以上売り上げ伸ばすとチームを大きくしないといけないとか。 なんかそういうそのやっぱり生きるコストってどんどん AI とかでチャレンジするコストって安くなっていくと思うのでなんか働き方とか生き方の選択肢とかは多様になっていくんだろうなとか思ってなんか個人的にはそのいろんな生き方が世の中に生まれそうって可能性はすごい好きだしいろいろ模索する側で常に入れるといいなとか思ったりしましたね。ちなみにそのえっと すいません、ちょっと話戻っちゃうんですけど、ベースのお金の流れは、ちょっと皆さんにご紹介していただくと、ベースの流れは基本的に SMCC さんが全部まず最初決済してて、それが。 普通は決済パートナー例えば GMO はペイメントゲートウェイさんとかソニーペイメントとかベリトランスさんにいったんストライプとか入ってこっからマーチャントさんに入るんですね基本は、えっと、マーチャントさんっていうのは、えっと、ベースう事業者上に受け入んです加盟店さん加盟店さん加盟店さんで,す、ね、さんでベ,ベースの場合はそれキャッシュフローに入れないっていうのがすごい嫌でもうこれはもうなんでデイワンからのこだわりだったんですけどそのペイメントサービスプロバイダーさんに絶対に一回ベースに振り込んでもらって、うん ここでその仮面店さんのお金を一旦プールするっていうのに将来的なファイナンスのサービスを提供したいと思った時には超大事だなと思って、うん、なんでふだ通常よりもワンステップ増やさせてもらってるんでその分無駄なコストはもちろんちょっとは発生してるんですけどやっぱキャッシュフローに介在するっていうのはやっぱなんかこうファイナンシャルなサービスを提供する上では超大事かなとは思っています。 ちなみになんかちょっとあの結局いろんなことをやるんですけど結局最後バランスシート問題っていうのが我々常にあるじゃないですかそれはどう思われてますうん、うん、いやもう,それはもう結最後は SMBC さんに頼ればいいかなと思うんだいや結局 BS ばっかりはどうしようもできないんではい、はい、なんかあのベースも今 BNPL ってあの購入者さん向けの後払いもやってるんですね。こここれももめちゃくちゃゃくデータ活用してますけどここも GMOPG さんの BS 使わせてもらっててなるべく BS 使わないようにっていうのと、まあ、どうしても使わなくちゃいけない時は、まあ、それこそ SMB さん筆頭にしてやっぱ金融機関なんかでもそこはなんか役割分担がなんか結局そのバックファイナンスどうにかしないといけないんでなんか我々がフロントやって後ろ側を手伝いしてもらうとか結構増えるんじゃないかなとは気はしますね。 出るときにあのそんなあのベンチャーだと調達できないし調達コスト高いんで BS 小さいとそのビジネス大きくできませんそう,そういうあのう質問だったんですけど、はい、磯伊沢さんそのあたり何かあコメントある？おっしゃる通りでですね多分皆さんあんまり想像しがたいかもしれませんけどえっとベイスさんが今まさにおっしゃっている対象としているお客さんっていうのは銀行はお客さんとして見てないわけですよねですからベイスさんが このお客さんは大丈夫このお客さんはこういう理由でお金貸しても大丈夫よって全部分析情報をくれるんだったら僕らが裏でファイナンスをつけてあげる僕らはだから大した苦労をしないで、えー、ご融資先がいっぱい見つかるっていうのはこれいい組み手だと思うんですよねさっきの話とそっくりだと思うんですよ。カニバってるんかって言われたらカニバってるとこもあるかもしれないけどそんなちょっとやんみたいなほとんどは我々が対象にしてないところに広がっていくので。 これはだからんかテクニカルに例えばベースだと全部 s n b c さんですけどなんか単純にそのデッドでお借りするっていうその手伝い方のしか手伝ってた方もあればベースの場合は売上金をもう毎日振り込んでもらうっていうのもやってこれはなんかデッドに行ってないんですけど実質。 ビザとかマスターさんから預料金が降りてくるのってもっとタームがあるわけですよ。すねすね、ただ実際には SMCC さんから毎日お金もらっててまあこれってそのお金を別に デットでファイナンスしてないんですけど、実質 S. N. B. C. さんの B. S. を使わせてもらってるみたいのもあると思うんで。なんかいろんな活用の仕方があるなと思ってます、うん。あ、そうですよね。しかも、あのコスト構造的に銀行さんが、あの、ちゃんとこうお客様に対応できるところと。ね、コストもっと低くしないと対応できないところもあるんで、うんうん、すごい棲み分けがおっしゃるようにありますよね。うん、ねありがとうございます。まあ、丸山さん、いかがですか。あの、ぜひ、あの三十年、はい、あの。 僕がお聞きしたいのは、はい、ヘルスケアの話と35年のお金についてはいぜひ30年後は絶対辻さんに振られるだろうなって思ってましたヘルスケアの方から先にお話しするとやっぱりそのご本人と家族とかまさに信託とかで、ね、いろいろこう関係性が多いじゃないですかでその中で本当に本人意思なのかどうなのかとかまあ認知症なのかとか あと、要は今までって結構フローベース、給与所得ベースで予診とか考えられこれアセットをどんどん取り崩していくじゃないですかで。こういったところってフィンテックがあまり活用されていない領域なので、やっぱりアセットがまあ、民用というかね、それに対してどう取り崩されるのか、あとは本人なのか家族がね、ちゃんと確認したのかっていうコンセンサスを、こう、例えばどういう同意形成していくのか、チェックをするのか、みたいなことが、まあできていく。例えば法人でいうところの上長の承認と担当がリアルタイムで、ね、 スラックで確認できたら使えるみたいな関係性が起こるかもしれないので実はあの高齢者の中では承認のようなものがまあどうなっていくのかっていうのは結構重要かなと思っていますで30年後の未来っていうお金がまあ変わった場合なんですけど今の最後のお話に近いんですけど、まあ、さっきあの,あの技術システムは s a ス s になりましたで法令もねいろいろ変わってきましたで AI によってロジック変わりますでも残ったのがさっき言ったその資金調達とか、まあ、信用創造っていうやつですかね やっぱりそこは金融機能として残るっていうことだと思ってます。なのでまあ、ね、こう AI ができてくる AI ネイティブサースネイティブでゼロ d a y 1から、まあ、カードや銀行を作り直すぞって言ったら参入できやすくなるし人もすっごい少なくできるんですけどやっぱりそのバランスシートとか信用創造のところは金融に残るということだと思ってます。なので30年後の世界って銀行口座もしかしたらないかもしれないですね。要するに 価値交換する上に保存するために銀行口座があって今の文脈でいくと銀行口座にお金が入る前のデータがあればそのデータを持って予診できるから銀行口座にあるか分からないけどその価値を生み出したデータそのものは多分お金的な意味合いがあってそれをまあ企業さんが支払いに使うのか給与に使うのかは自由なんですけどそこに対するまあ信用創造だとか調達バラ話というのは概念は金融として残るので30年後にお金の形が変わって 皆さんがフィンテック企業になっても金融機関とフィンテック企業というのは共存というか機能の役割は違いが残るのかなというふうに思っているので、まあ、それに向けてカニバルとか敵対するじゃなくて、まあ、そのゴールに向けてみんなでどうしていくのかというのが、まあ、これから重要かなと思っております。はいいいいいあありががととうござまますじゃああのお時間が来ましたので、まあ、あの今日ろろろんなちょっと話題 出ましたけれども、まあ基本的にはその皆さんやられてるビジネスにまあフィンテックエンベリティッドファイナンスはかなり大きに入ってきますとねその上の進め方というのは今日いろいろヒントをいただいたと思います。セ、え、セ、ー、i の話はあのまあ機能のところはやっぱ置き換わるのでまあ 他のセッションでありましたけど、感情のところはなかなか、あの、置き換わらないので、感情のところと、まあ、介護もそうだと思うんですけど、ラストワンマイルは、まだまだ手の動きとかはできないんで、あの、その部分はしばらく、まだまだビジネスチャンスで広がるんじゃないかなっていうふうには思いました。はい。ということで、あの、忙しい、あの、4方に、あの、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。